どうも皆さんこんばんは。大型新人仮想 YouTuber のロキドリッキーです。昨日に引き続きましてね、今日も対談企画をしていきたいと思います。それでは本日はカルロス・ゴーンさんに来ていただきました。お願いします。今話題のどう脱税顔が似てるということでちょっと画面に寄ってもらっていいですか。はい、カルロス・ゴーンさんに似てる。ムロツヨシさんと、あと、はい、もののけ姫を歌ってるメラさんにも似てるって言われて、1位がやっぱ言われるのが、はい、僕の父チャーリーとチョコレート工場のウーパールーパーですね。じゃあ、はい、それではまあ今日、昨日は、ゴメスさんに、はい、就活についてお聞きしたんで。あ、見ました見ました。はい、今日は、はい、哲夫さんにが、お財布をなくしたということで。そうなんですよ、財布なくしたんですよ。僕聞きたいと思います。財布なくしたんですよね。まずどうやってなくしたんですか。はい、まあテキーラ飲み放題のお店に行って。はい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 、お酒飲んですよね。はいはいはい、その時は余裕だったんですけど、はい、そっから渋谷に行きました。はい、その瞬間なんかお酒を感じ出して、はい、そしたらもう記憶がなくなったんです。はいはい、集団でいたんですよね、はい、友人たちと。はいはいはい、はい、そしてもう本当に催眠術からパッて解かれるような感じで急に意識が戻ったんですよ。はい、急に。そしたらどこにいたんですか。ふわって、はい、そうしたら、はい、ラーメン屋のカウンターに座ってたんですよラーメンは頼んでないですよね。頼んでないです。頼んでないラーメン頼んでないで、おそらく2時間ぐらい座ってました。なるほどなるほど。で、噂と、はい、訳も分からず、はい、ダッシュでスクランブル交差点を走り回ってた、往復してたみたい。 あとちょっと遅れれば、はい、命なかったってタクシーの話を聞いてますね。たかもしれないみたいな、はい、あと服装を、あ、そうですよ、スウェットとかで行ってたんですけど、トレーナーです、ね、トレーナー帽子をかぶってたのに、はい、そう、そのラーメン屋でだった。ラーメン屋でも気がついた時には、はい、上着も、はい、トレーナーも、はい、帽子も、はい、財布もなくなってる状況でした。で、ちなみにですけど、はい、キャップ、帽子の方はおいくらだったんですか。エイプとニューエラのコラボで、はい、はいはいはい、エイプとちょっと久保田くんから授かったものなんですけど、はい、1万ちょいぐらいですね。1万ちょい、なるほど、はい、じゃあそのトレーナー、トレーナーは、はい、オフホワイト、あ、はい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 、でオフホワイトですね、はい、はい、7万円ぐらい、8万9万ぐらいですね、はい、今2つ、はい、でお財布は何を使ってたんですか。お財布は、まあ、ちょっとちっちゃいものなんですけど、はい、あ、ちっちゃい、じゃあちょっと安いのかな、はいはい、もう飲んだ時とかなくさないようにポケット入れれるようにってちっちゃいの。なるほど、はい、フェンディの、フェンディ小さいファンディ、はい、コインケースみたいなものなんですけど。おいくらだったんですか。5万5千ぐらいですね。14万。で、その中身はおいくらぐらい。1万5千ぐらい入ってたんですけど、それがないという状況で今じゃあどうやって生活してらっしゃるんですか今ちょっと寮の皆様にお世話になりながら、佐久間くんにもね、実は1000円いただいて、ロッキードリッキーでリッキー、はい、リッキーで1000円いただいて、はいはいはい、ちょっとなんとか生活しております。なんか意外と皆さんからおごってもらって、はい、今日も焼肉なんで、今日も焼肉おごってもらいましたいい生活してるって聞いたんですけど、はい、一昨日は昨日はも対談してたゴメスさんに、はい、もやしを7袋いただきましたもやし安いですからね、肉20円ぐらいで、140円ぐらいですね。140円ぐらいです、はい、ちなみに今お持ちになってる、はい、お財布、はい、見せてもらってもいいですか。ちょっとあっちにあるんですよ。あ、お願いします。じゃあちょっと繋いでてもらっていいですか。はい、繋いでます。まあ今ね、取り行ったんですけど、彼ほんとね、お笑いが好きでね、根も優しくてね、すごいいい人なんですけど、まあちょっと財布がね、今見るに耐えない、うん、これ買ってきたんで見ますか。サンローランのお財布、これドッキーでプレゼントしていきたいと思います。今ね、財布ね、フェンディなくしてしまってね、多分結構心的にもすごい病んでたんですよ。相当なんかうつ病に2日間ぐらいになってて、寮でもなんかもう誰も声かけれないっていう状態だったんで、ちょっとサンローランのこちらドッキーでして、これで喜んでいただけたらなって思ってます。気づいてないですからは、はい、ここで渡してあげてます。まあね、財布、ほんと財布見ていただければ。あ、今音鳴りましたね、来ると思うんで、ちょっとこれ隠しとこう、失礼しちゃう。はい、これでも完璧です。
もう待ってれば来ると思うんで少々お待ちください。すいません遅れました。あれフリーザさん、すいません遅れました。すいません、服装変わりました？変わりました。いやごめんなさい、全然変わってないですね。変わってないですよ、よかったです。すいません、ね、なんかまた催眠術にかかってるかと思いました。パッと置いたらこの状態ですか？はい、そうです。ちょっと立ってもらってもよろしいですか？あ、ちょっと見えてますけど、すごい、これ何の格好ですかこれ？これあのレディースミニオンって。レディース、腹出ちゃってる、ね、なってます。なんで、え、今になってます。パッてなったらこれだったんですか？またかかってました。テキーラ飲みましたね。でもさっき禁酒です。ダメです、はい、であのお財布の方お願いします。持ってきました。こちらです。正直はいくらなんですか？正直お願いします。はい、はい、出したいと思います。正直ちょっとまず小銭でね、はい、なるほど。すごい距離ありますね。ここからここまでの距離が、はい、以上ですね。小銭は今ですね、だいたい、だいたいですけども、見えますか？だいたいですけど、361円ですね。と、あの、361円ですね。千円札3枚もある。千円札3枚、もうこの形まで折らないと靴下に入んないんで。はい、靴下は3枚あります、この中に。すごいですね。じゃあ、3361円ですね、はい、正直金は。だけどもうあの自分の感覚的にはもう10万円ぐらいの価値があるんで、これもうトレーナーとか出てこなくてもいいですか？もうここにしっかりとね。すごいですね。見てください、ここに入れてます。ポケットがあるんで、ちゃんと見る。っていうことですね。でなんとね、はい、今日はね、はい、サプライズで、え、こちらを渡したいと思います。こちら、え、受け取ってください。これはもう喜んでいただきたいですね。サインとサンローランです。あ、サンローセイントセイヤとか一緒になってます。開けてください。ぜひこれ今の財布見ましたか皆さん？靴下ですよ。え、開けてください、開けてください。どうぞどうぞ。いいですか？どうぞどうぞ。こう開けます。え、なんか、はい、入ってますね、はい、入ってます。あ、持ってきますよ、持ってきます、はいはい、これ購入した時の名刺。はい、はい、これになりました。これです、財布は。いいですか？どうぞ。見てください。これあれ、マネークリップ、マネークリップですよね。はい、小銭は入らないんですけど、はい、まあ、お札をここに挟んで、はい、財布フェンディなくなったっていうことなんで、はい、イヴサンローラン、まあ、サンローランのコインケースプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。これガチですか？ガチです。え、どうしたんですかこれ？ガチです。 T ポイントで買いました。え、どこで T ポイント貯まって、ああ今日あの表参道のサンローランの店行って、今日行ったんですか？はい、もう T ポイント貯め、貯めに貯めまくって T ポイントで買いました、ちゃんと。やばー、財布なくなったんで。やったー、おめでとうございます。やったー、やったー。あの、フリーザのモノマネお願いします。フリーザのモノマネ、その嬉しいままお願いします。ちゃんと顔を映してフリーザのモノマネお願いします。地球人の皆さん、フリーザです。あら、坂上忍さんですか？さあ、続いては日大問題です。もう何でもしますよ。何でもします。物まね上手いですね。マネークリップもらいましたよ。おめでとうございます。やった、嬉しい。いただきました。いや、もう今日はね、良かったです。え、最後にこれ計画してたんですか？計画してました。もうお願いします。靴下外して。じゃあ最後に、はい、テストさん、何か一言、財布をなくして困ってるこの世の中、先に飲まれた人たちへ一言お願いします。そうですね、先人として、まあ、酒は飲んでも飲まれんな。以上になります。飲まれるな。